ロシア軍によって侵略を開始してすぐに侵攻され、そのまま占領され続けているウクライナ南部のヘルソン州の州都ヘルソン市を含む、ドニプロ川ドニエプル川の西岸地域に展開しているロシア軍部隊に対して、反攻に転じようとしているウクライナ軍のことは、各メディアが報じているよね。大河としてヘルソン州を二分するかのように流れるドニプロ川まで押し戻してヘルソン市の奪還を狙っていると見られているな。不当に占領されたまま、ウクライナが黙っているわけないもんね。奪われたものは取り返さないと。そうだね。さて今回は、ウクライナ軍がアントニフスキー橋を完全に破壊したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ドニプロ川はヘルソン州内には、ヘルソン市近郊のアントニフスキー橋とその近くに架かる鉄道橋の2本の橋と、ドニプロ川の上流約 60km にあるノバカホフカの水力発電所用にカホフカ貯水庫を形成しているダム上を通る橋の3本しかなく、それ以外の橋となるとヘルソン市から 200km 以上上流にあって、現在はまだウクライナ軍の支配下にあるザポリージャまで行かなくてはならず、この3本の橋が通行不能となった場合、ドニプロ川以西20個以上とされる大隊戦術群英語ではバタリオンタクティカルグループって略称は BTG を投入しているようだね。BTG 大隊戦闘群の定員は600名から800名とされ、複数の戦車中隊およそ10両と、歩兵中隊200名程度で歩兵戦闘車40台の他に砲兵大隊を霊下に置き、その砲兵大隊とは別に全般支援火力としてのロケット砲兵を置いている上に、防空砲兵や砲兵までをも編成に含む、非常に高い火力を発揮する部隊で、歩兵が200名程度のために火力を重視した砲兵大隊戦闘群と呼んでも良いほど偏った編成となっているんだ。前線における戦闘部隊としては歩兵が少ない印象があるが、これは下車戦闘の人員規模であり、BMP にある絵は BMP3 装甲戦闘車両を装備、さらに BTG 大隊戦闘群には偵察中隊があり、これら部隊を通信中隊と電子戦部隊が全般支援する編成だな。ドニプロ川以西にこの BTG が10個以上ということは、8000人以上の兵力で、戦車100両以上と400両以上の装甲戦闘車及び、相当数の榴弾砲と多連装ロケット砲が配備されていることになり、この強力な戦力にそのまま正面からぶつかるとなると、予備兵力も含めた総兵力で大きく下回っているウクライナ軍には分が悪いよね。そこでウクライナ軍は、アメリカから供与された M142 高機動ロケット砲システムハイモビリティアーテラリーロケットシステムハイマースに、誘導型マース G-MARS と呼ばれる 90km とされる長射程を持つ精密誘導ロケット弾である M30H もしくは M31 を装填して、ロシア軍部隊への補給路として重要なドニプロ川に架かる3本の橋を通行不能にすることによって、いわば兵糧攻めとする作戦を選択したってわけ。数で勝っている相手には兵糧攻めが有効だもんね。アントニフスキー橋は、7月19日からウクライナ軍のハイマースから発射されたとみられる誘導型マース、グービド MSRS ロケット弾 M30 もしくは M31 の攻撃を、少なくとも8度受けているとされ、表情にはいくつもの穴が開いて橋の構造自体も損傷しているものとみられ、ロシア軍は戦車や大型の輸送車両を通行させることができなくなっていたんだ。8月22日には SNS にはアントニフスキー橋と思われる橋から炎と黒煙が上がる様子が撮影された動画や画像が出回ったんだけど、これはアントニフスキー橋の穴を修復したロシア軍が補給用の弾薬を運搬していた車両を攻撃したものとの情報があり、これはハイマースでの攻撃ではなく、輸送車両を攻撃型ドローンなどによってピンポイントで狙ったのではないかとの見方が出ているね。なお、未確認ではあるもののこの攻撃によってアントニフスキー橋が崩落したとの情報もあるぜ。また、アントノフスキー橋のすぐ横に架かる鉄道橋と上流 60km にあるノバカホフカの水力発電用のダム上を通る橋に対しても、ウクライナ軍がハイマースによるとされる砲撃を加えていて、やはり貨物列車や大型車両が通行不能となっていて、現在は3本の橋すべてにおいて車両の通行ができないとされているよ。8月14日のアントノフスキー橋を攻撃の後で、ウクライナ南部防衛軍のナタリア・フメニウク報道官は、我々ウクライナ軍は、ロシア軍に占領された地域への補給路を断つべく、道路や橋、鉄道などを破壊することで、ロシア軍の輸送物流機能を大きく破壊することを目標とした砲撃を続けているとした上で、この作戦は、我が国土を占領する者たちに即時撤退を促すためとの明確な意図があると述べているんだ。なお、イギリス国防省によると、ロシア軍がドニプロ川において橋家を移動させているとの情報が挙げられているが、これが浮き橋を設置するためであるためかどうかは不明とされているぜ。少し前にロシア軍が通行不能となっていたアントニフスキー橋の脇を、
橋家をつなぎ合わせたフェリーを渡し船のように運用している動画が SNS 上に出回っていたので、イギリス国防省が伝えている橋家の移動とはそのフェリーを指している可能性があると指摘する声があるみたい。また、イギリス国防省は、橋家による浮き橋をかけたところで、アントニフスキー橋と同様の攻撃を受ければひとたまりもなく、ロシア軍の補給路が確保できるとは言い切れないとして、ドニプロ川以西のロシア軍 BTG が窮地に陥っている状況に変わりはないとしているよ。現在、ドニプロ川以西に進出しているロシア軍 BTG の弾薬や燃料、食料などがどのような状況下にあるかについての情報は全くなく、分かっているのは補給路を断たれていることだけだぜ。しかし、ヘルソン州の当局者が8月14日、地元テレビの取材に対して、ヘルソン市内に司令所を設置していた、ロシア軍司令部の大部分がヘルソン市を脱出してドニプロ川を東に渡り撤退したとして、ウクライナ軍の反撃の成果だと主張したよ。効果は十分あったってことがわかるね。このように、司令部がすでに部隊を置き去りにして撤退していることなどから判断するならば、ドニプロ川を以西のロシア軍はかなり苦境に陥っていると推定され、置き去りにされたことでそれでなくとも低いとされている戦意が相当低下していることが予想されるな。もし、ウクライナ軍がこのロシア軍に攻勢をかけたとするならば、ウクライナ軍がドニプロ川まで支配領域を押し戻して、ヘルソン市を奪還する可能性が高くなったとの見方が広がっているぜ。ロシア側はヘルソン州で、住民へのロシア国籍の付与やロシアの通貨ルーブルの流通などの同化政策を進めていて、2022年秋までに住民投票を実施してヘルソン州のロシアへの編入を企図しているとされるんだけど、ウクライナ軍によって補給路を断たれ、重要ロシア軍の司令部がそれのために司令部を大きく交代させたことで、住民投票を行ったとしてもその重みは軽いとみなされ、中国や北朝鮮などを除いた諸外国からの承認は得られないと考えられ、ますます世界の中で孤立していくことになるであろうと見られているんだ。8月24日はウクライナが旧ソ連から解放された独立記念日であったため、激しい攻撃があるものと予想されていたんだけど、これまでのところはウクライナ中部のドニプロペトロウシク州の鉄道駅がミサイル攻撃を受けたとの報道があるだけだね。ロシア国防省はドニプロペトロウシク州にあるチャプリネ駅で、ウクライナ軍の軍用列車に対してイスカンデルミサイルによる直接攻撃を実施し、ウクライナ軍予備兵200人以上と列車に積まれていた軍備充填を破壊したと説明し、この軍用列車は、ロシアが完全制圧を目指す東部ドンバス地方の戦闘地域に向かっていたと発表したよ。しかし、国営ウクライナ鉄道では、この攻撃によって民間人に被害が出たとして、子供を含めた25人が死亡し31人が負傷したと発表していて、食い違っているな。ただ、欧州連合 EU の外相にあたるジョセップ・ボレル外交安全保障上級代表は、ツイッターへの投稿において、このロシア軍のミサイル攻撃を民間人に対する凶悪な攻撃であるとして非難した上で、ロシアによるミサイルテロに対して責任を追及するとの意向を表明しているんだ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。